願いします。こんにちは。おお、いいね。さて、カズマックスですよ。来た。え、これ被ったんですか？被ったよ。被ったかい？え、被ってないの？被って初めて見た。被ってないみたいなリアクションするから。でも僕たちやっても普通でしょ。そうなんだよ。俺らがやってもなんだよ。結局そう。これで坊主の小学生とかのやつはどうするの？最高。これで学校とか行ってほしくない？やばいっしょそれ。先生に注意されるって。熱中症対策。逆に熱こもるって。こもんない、こもんない。こもんない。うん、なるほど。これコナさん書いたんすか？うん、多分。あ、俺書いた。はい。なんか難しそう。いい感じじゃない？上手ですね。いい感じっすよね。いや、めちゃくちゃ上手っすね。悪くない、悪くない。いいんじゃないですか。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ割とも結構良くない字。いいっすね。ね。でもなんか恥ずかしいな、自分の字がさ。割と良くないですか。字上手くないですか。後ろで最近やっぱ試合中縛るんで、僕は下目で縛ります。下目でできないですよ。でもこれ合ってます？反対？マジで。ちっちゃい。こう。え、どうする？目立ちます？ちょっとわかるぐらい。完璧じゃん。完璧ですよ。え、このままつけといていいですか？はい、早いですか？さすがにまだ。これいいですよ。え、見せて見せて。向きは？いい。あ、いい。あ、反対。反対。え、やばキーホルダーとかもある。これも良いよ。これいいよね。え、これも販売されるんですよね。はい。これゲーム OK でしょ。ゲーム OK だから試合中とかつけて。はい。結構試合でつけてたもんね、今。僕たまにつけますよ。ね。どうっすか。はい、行きます。はい、そもそも誰が長副部長決めたんですか。もう一枚行きます。はい、チーズ。はい、これまた先発配られたチームのゲット。そうっすね。15枚だな。購入されてる。そうっすね。15枚買ってんすか。買った。そうですね、この度僕たちのチームロンゲグッズがいよいよ発売ということで、ね、そうですね。待ちに待った、待ちに待ったこのこれですよ。まずまずね、こうみんなもこうなりきれるというのはすごい今までなかったと思いますし、これでね、また球場満員のお客さんがこのロンゲグッズをつけてくれたらどんな光景になるんだろうっていうのをすごい楽しみにしてるね。うん、まあ、このヘアゴムとかヘアピンとかやっぱり女性でもつけれますし、そうね、はい、男女問わずつけれるところがすごいいいと思うので、いいね、はい、ぜひ購入していただきたいなと思います。はい、僕たちはやっぱ坊主の反動でここまで来てしまった。最初の反動で確かスタートとしてあるので、まあでもこうやっぱプロ野球界でもロン毛は少ないですし、まあ今はちょっとずつ増えてきていますけど、はい、またこういう新しい、ね、風が。吹き始めているというのはすごい、はい、このまま続けていきたいと思います。はい、あと質ですね、僕たちは今質を求めてるから、ね、質を求めて、はい、トリートメントとかもしっかりしてね、はい、痛まないように痛まないように、はい、そんな感じです。